油の部分がですね、洗剤の溶けやすい部分ですね。こう溶けやすい部分を持っているわけですね。油に対する洗剤の効果を確認する実験です。これティッシュペーパーの上に乗っているのが普通のこの木綿の布ですね、歯切れですね。で、まあこれがラー油なんですけど、結構しつこい油の代表ですけどね。ラー油で何滴か、2、3滴ですかね。布にこう浸して、こちらのビーカーは普通の水です。こう浸して、まあ、こっちも普通の水なんですけど、片方だけにね、こっち側にしましょうか。片方にこの洗剤ですね。こちらの洗剤、もともと色がついてるんで、緑色のちょっと色ついてるんですけども、加えてみますね。そして変化を見てみることにします。何も加えてない方はね、そのまんまで、まあ、ちょっと油がちょっと玉状になっているように見えるんですけども、こちらの洗剤を加えた方はもうすでに、もう油がこう玉っころになって、どんどん上の方にこう上がっていくの分かりますよね。まあ、ラー油がもともとが色がオレンジ色で、まあ、洗剤色ついてるんですけども、違った色のものを使うとね、割とお互いの色を邪魔しないかなとは思うんですけど、はい、玉っころがこう油がですね、玉になってどんどん上に上がっていくのが見えますね。肉眼だと本当に横から見るとですね、本当によくこう油が分離していくなっていうのがよくわかりますね。布からどんどんこう離れていくのがよくわかりますね。まあ、洗剤を入れるとこういった効果があるんですけど、まあ、洗剤の分子がですね、水に溶けやすい部分と溶けにくい部分、まあ、両方持っていて、油の成分そのものはですね、油分子そのものは基本的に水に溶けにくい部分が多いんですけれども、洗剤を加えると洗剤分子の中にですね、油を溶かしやすい部分、まあ、疎水器っていうんですけども、その部分があるので、しかも分子内には浸水器、水に溶けやすい部分と両方持っているので、まあ、両方に溶けやすいと、ね、で布に付着している油を、まあ、油に溶けやすい成分がこう引き出してきて、しかも水とも混ざりやすいと。これ今そのまま放置してますけど、こう振ってやったりなんかすると、まあ、懸濁するわけですね。両方に溶けて大量の水を加えると油の成分を流し去ることができると、まあ、洗剤の基本的な性質になるわけですね。こちらの水の方もですね、全然油溶かさないかっていうと、まあ、油の質にもよるんですけどもね、まあ、ちょっとずつこう分離していくのは分かる、全然溶けないかっていうとそうではなくて、ちょっとこう分離していく様子も、観察することができます。白い紙皿に牛乳を入れます。適量を入れます。で、食紅ですね、ボトルの中に前もって水で溶いておきました。まあ、こういった普通の食紅ですね、4色ほどあったので4色用意してみました。で、グリーンとポタ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 とポタ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 、あんまりなかった。で、それで綿棒ですね、綿棒に洗剤をちょっとつけてツンツンとやると、こう、まあ、表面張力がこう、まあ、変化するっていうんですか、弱まってですね、食紅がこう逃げていくと、洗剤が広がって、まあ、そこにくっついていくわけですけどもね、教えられていく感じになるんですけどもね。
洗剤のようなね、界面活性剤が示す、まあ、一つの現象でもあるんですけども、石鹸のお話なんですけども、石鹸がなんで油を洗い流すかっていうことなんですけども、石鹸の分子の特徴、形の上での石鹸の分子の構造上の、まあ、特徴によってそういう作用があるわけですね。石鹸分子のこの作りなんですけども、こちらですね、あの炭素と水素、まあ、炭素差、まあ、種類によってちょっと違ったりするんですけども、こちら側があの水に疎い方と疎水性で、逆にあの 油を溶かしやすいそういう部分なんですね。でこちらの端っこの方に COH- と、こちらはあのイオン性のプラスマイナスを持っているので、よく模式図でですね、こんな形でこの鎖の部分をちょっとこう尖らしてですね、浸水器の部分をこうやって丸くこう表現したりするイラストがあるんですけども、実験の方でね、あの布に付着した油がこうだんだんこう外れていって分離していくという様子が伺えたと思うんですけども、まあ、どんなふうに、それが起こるかっていうと、あの油の方にですね、この親しみやすい疎水器の部分がこう並ぶわけですね。で布との間にこう入り込んでいって、それを取り外しにかかるわけです、ね、この青で書いたの方はね、これ、マイナスにこう帯電している部分を表したんですけど、当然ここは水なので、水に溶けやすい部分がこっちに並ぶわけですよ ね。それがだんだんこう油を取り囲んでいって、まあ、ミセルコロイドって言うんですけどもね、完全にこう油が分離した状態で水中に水の中にこう、分散している状態になります。そこにあの水を加えて、まあ、大量の水を加えれば油が洗い流されて、まあ、洗濯ができると。で最終的には油が布から外れて油汚れが取れたっていう状態になるわけですね。動画の後半で紹介したね、牛乳に食紅を垂らしてですね、そこに洗剤をつけると食紅がわーっとこう動いていくというような実験も紹介したんですけども、こっちの方は結構ちょっと難しいので、端折って話をすると、まあ、牛乳ですね、これ水でもいいんですけど、牛乳の上にですね食紅を垂らしてやると、そこにあの綿棒の先に石鹸をつけて触れさせると、あのやはりあの水の方にですね、こう親和しやすい成分、部分がですねこう並ぶわけですよね。で空気の方はこれ疎水器がこう 上向きでこう並ぶんですけども、これが水面ですね、わーっとこう拡散するんですね、わーっと広まって、ね、そしてこれ拡散して、その勢いで食紅がこうあの押しやられるというような、そういった現象なんですけども、まあ、ちょっと難しいこと言うとね、表面張力が石鹸のような界面活性剤がこう入ってくると表面張力がこう弱まるんですね。あの水分子同士ががっちりこう極性があるあのタッグを組んでるんですけど、そこをこう弱める方向にこう作用するので、食紅がそれであのそっちに逃がされていくっていう、そういう状態ができるということになります。まあ、表面張力についてはね、別の動画でも紹介しているんですけども、まあ、追加の説明です。